富山エビパンダーラスヒップシノタスはタラバエビ科に分類されるエビの一種である。日本海の全域からベーリング海にかけて生息する、関海深海性のもので、水深100メートル、200メートル程度のところに住む、水深350メートルまでとしている書物もある。富山湾で最初に漁獲されたことから、富山エビと名付けられ、漁獲口も多い。標準和名としては、富山エビで、 標準和名、ボタンエビのパンダラスにポナンススとは別だが、一般にはボタンエビとも呼ばれることがある。他、タラバエビ、キジエビと呼ぶところもある。体長は17センチメートルほどで、大きいものでは25センチメートル以上になるものもある。画角,角は全部が上に沿り、東京校長の1.5倍ある。武田正友の記述によれば、生きている時はアワベ紅色で、 東京高速面には不規則な反紋、複側に赤葛色の横縞がある。ボタンエビにはこの横縞がなく、また、東京港の背の部分の曲線は、富山エビが急であるのに比べ、ボタンエビは緩やかである。2年目は体長10センチメートル程度でオスとして成熟するが、他のタラバエビかのエビと同様に性転換する。4歳頃まではオスで、4歳半で性転換をして、 メスに代わり、5歳で1回目の産卵をする。1年間放卵を続けた後、卵を孵化させて、陽性を放つ。その後1年は放卵せず、万7歳で2回目の産卵をし、1年間の放卵を孵化させ、8歳で寿命が尽きる。10月から翌年5月まで、底引きも、エビカゴモウにより捕獲される。春は冬季。2017年11月7日に、 トランプ米大統領を招いて、韓国大統領府が開いた、晩餐会で、韓国大統領府は、メニューの一つに、独島周辺で漁獲されたとする、独島エビなるものを出したが、富山関係者の間から、独島エビは、明確に、富山エビであり、竹島周辺では漁獲されず、非正規ルートで、韓国が入手したものだとする抗議の声が上がっている。韓国では、国際問題化を受け、 独当海域で採れたエビは、独当エビという見解を出している。ありがとうございます。